さっきのほら、ビンタじゃないけどさ、あ、そうそうそう、あの、一回、ミキオが一回だけ自分に本当にこう、叩かれたんですよ。あら、ほら、試合の時で。あ基本、あの、道場に一回全員集まって、神前にその日お祈りをして、荷物を全員で持って会場に行くっていうのが一応あったんですね。で、選手たちで。そしたら、その日、ミキオだけ一人で行っちゃってで、他の先輩たちは荷物持って、こっからね、あの電車乗って行って、で、それで、まあ、他の選手たちに、みんな集まったのかって言ったら、直樹っていう子がいる、まあ、先輩ね、一番先輩のやつが、ミキオだけ来なかったですって言ったら、おーって言って、全員整列って言って、バチ試合前に。試合の前。自分がいけないんですけどそしたらなぜかその試合全員調子良くて気合入ったのか分かんないけど逆に気合入ったんですかね。やっぱ大会史上初3階級あったんですけども全階級決勝まで全員残ってすごい。ミキオなんか ほぼオール一本なしで、ね、優勝しちゃって。そうですね、西洋会館の結構強い選手に高校1年生だったんですけどなんかあれして、うん、え、なんでその時は集まらなかったんですか。いや、すごいすいません、なんか違ってたら本当に怒ってください。あの、うん、イメージとしては先生もいつも一緒に行ってたんですよ。あ、そう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 。で、宮本先生も集まってで、みんなで行ってたんですけどその時は先生は別コートだったんですね。俺別で行くから、はいはい、で、あとは勝手に行けよって。あ、そうそうそう。その勝手が自由と勘違いしたんですそうそうそう。好きに行って行ってで、自分はやっぱりなんて言うんだろう、まあ楽が好きだからまあ親車あったし車で行った方が楽じゃないですか、もちろん。なんか、あ、やったと思って今日車で行けるって感じだったんですで、親にお前行けんのか、あ、今日、あの、今回大丈夫、先生勝手って言ってたからつったら、まさかその勝手っていうのはお前らで行けよだったそれを勘違いして親と行ってたらでついて、しかも超ギリギリ行ったんですよ。行ったら宮本先生がなんか遅刻してきて、宮本先生っておい、ミキオーとかこうやってやってくれるんですよ。いつもおいとか言って、それの日がなんかもうなんかこんな感じだったからえもうえみたいな感じじゃないですか。で、押すと言ったらここにするえいやで、まあ、なんだろうと思ったら、準備一番入っちゃったんですけど、一人ずつ殴られていくんですよ。えと思って。一番、バンバンで、自分だけ、多分自分の席なんか、自分だけ2、3発いくで、うわーと思って。で、まあ、勝ったから、あれですね。今だから聞ける話ですね。いやー、そうそうそう。まあ、実は、自分、中学生の頃に、全流派制覇したんですよ。まあ、極真会館、まあ、当時は、まあ、新極真は全日本は出れなかったんですけど、まあ、関東で一応その当時の全日本優勝した人が出たトーナメントでまあ優勝したんで、まあ、一応そういうことにしといてもらって、で最後がその JKJO で、でこれはもう試合終わった後に聞いたんですけど、自分の決勝前に先生が道場の一斉メールで、上田美希は中学生でこの世で一番強くなりますっていうのをやってくれたりとか、まあ、結構そういうので、あのやっぱりそのモチベーションの維持っていうのは選手で一番大変なんですけど、まあ、中学生の思春期ながらそこは維持されたっていうのはやっぱり宮本先生のそういう傾向かなっていうか、今この年になるとすごい、あの時はもうなんで今日もいるんだとかでも本当にそりゃいるわいや朝から先生元気だなみたいな、もう寝てていいですよねもうみんなで話したりとか、やっぱ中学生って分かんないですよね。今なってやっと気づくっていうやっと気づいたんすね。先生が言ったことって本当になったりしたんでもうお前世界飛んだからって言われてて、うん、ああ本当かなと思ってた。取りましたねまあもちろん強、まあ、結構大会も勝ってて、まあ、みんなが強い強い言われてたんですけど、当時から世界チャンピオンぐらいになれる、まあ、世界チャンピオンになるのって一人じゃないですか、極真で言えば4年に1回で世界チャンピオンになるまではやっぱ言われてこなくて、実はでも当時会った瞬間からこの子は世界取りますよって言ってくれた人がその3人なんです。その3方が自分のやっぱり 今も頭上がらない方なんですけど、一番最初 その新極真の師範、まあ、その先生、まあ、今極真に一応在籍したんで名前言えないですけど、その先生と宮本先生、この3人が会った瞬間にこの子は世界取りますって言ってくれた先生です。だってさっき言ったけど、こんなめちゃくちゃな男をすごい自分からなんですけど、どこを見て先生はそれを感じたのかなと聞きたいどこを見て、だってこんなだったって自分も思います、なんか見てて結局普通にこう強い選手って言ったことは普通にやるんですよ。ミキオの場合って考えてそれ以上のことをやってくるんですね。自宅とか次の稽古の時にはそれを修復して少しずつこう成長していくっていう、それがねすごい早かったですね、ミキオの場合は。その成長の加速具合が異常でしたでもやらないとキュンって落ちるんですちょうどほら商店街で
会った時もサボってる時期で、その時に、まあ、今日来い、ちゃんと練習来いよって来た時に直樹っていう選手がいたんですけども、そいつにここで冗談した時パコーンもらってミキオがもらって、いつもそれまでは結構ボクボクにされてたなんですけども、ここでもらって、その帰った時にお母さんかなんか言ったんだよね、明日から練習行くよとか言ったで、次の日から受験中なのにすげえ猛練、朝練とかもガンガン来だして悔しかったんですね。悔しかった、まあ、でもそれは覚えてますね。サボっててその先輩にやられたのはめちゃくちゃ覚えてますね。やっぱ先生の褒め方のうまさですか、俺わかんないですけど、うん、めちゃめちゃ嬉しいんですよね。だから自分の今の選手としての一番というかトップ3の考えの一つに褒められたいっていうのが今でもあるんで、子供のように。だから、まあ、そのさっき先生が言われてた、まあ、上を行くっていうのは、まあ、上を行くっていう考えでやってますけど、例えば今日やったパンチもそうですけど、あれはできた当たり前で、そのパンチからのコンビネーションをやってで次に先生に見せたら、おお、それいいじゃんって言われた時にシッみたいな、まあ、その積み重ねだったっていうか、それは今もですけど、そういうのができるんですよで褒められてなんかドヤ顔してみたいな、もうそういうなんかちょっとナルシスト少年、まあ今もそうですけどそういう感じだった。今ナルシストなんですか。いや、やっぱ 今もマインドありますよ、やっぱり褒められたいみたいな。だ褒められないでいるともうちょっと悲しくなったりとかして。ああ、なるほど。褒められて伸びたいなそういうナルシストってことですね。そういうことです。まあ撮影はここまでってことでちょっとお忙しいお時間ありがとうございますじゃあ以上となります。